2024年一発目の仕事をバラしたいと思います。で、元日にロケのお仕事が入りましたよと。で、以前お世話になったヨンちゃん TV、 こちらに出させていただくという嘘のロケを入れさせていただきまして、2024年元日のお仕事をバラして気持ちを新たに今年を始めていただきたいなと思っております。前年はね、本当に出たんだもんね。そう、やし、なんか年始は西田一人で仕事っていうのが2年連続ぐらい続いてたの、うん、いろんな曲で、まあ、だからまあ当然歌わないでしょうし、うんうん、こんなめでたい時に不幸なことが起きるわけないと西田自身が思ってると思いますんで、うんうん、でまあ、今回ご褒美にね、ちょっとその、まあ、親族のいる広島の方に飛ばしてバラしてあげたいなと、うんうん、ゆかりのある土地ですから今年一発目はそういう場所に行って自分のルーツを見て、引き締めてもらいたいなと、うん、丸徳にはいつも通りですね、途中の駅で降りてもらおうと思ってます元旦から元旦にマネージャーと一緒に、まあ、新幹線乗ったらあるもんだと思いますからかわいそうにはい、その様子を見ていただければと思います。いってらっしゃい。ではよろしく。あの、北口とか言ってたけど、まあ、大丈夫。分かった。あげましておめでとうございます。1月1日から広島に来たんですが仕事なかったです。私でした。1月1日に俺仕事ないんかい。2つの方向からメンタルが今削られてますけれども、祖父母の家があるんですけど、さすがにどこにあるかよく分かってないんで行けないかなっていうので、ちょっとな、何しよっかな。前意外と何もないっすね。広島テレビあるわ。広島テレビでかくない？これ広島テレビだって。視聴率4冠王、テレ東よりはでかそうな感じする。誰か出してくんないかな、マジで。広島テレビなんか今やってないかな。窓から覗いとこ。あ、誰もいねえわ。地方名物、東京にはあまりないスーパーマーケットです。ユーミーマート。こちらにはイオンが、相対する関係のドンキーコンク64のあのキングクルールの島とドンキーの島みたいな関係性の、そんな一角ですね。広島東照宮来て、このあの列に並ぼうと思ったんですが、これ並んでる途中に気づいたんだけど、あの後ろ全員に清水愛理さんが見えちゃうね、これね。これまずいです。後ろにいたご家族、ちっちゃい男の子がちょっとまずい感じでした。今相性が悪すぎるわ。お疲れー。お疲れー。ちょっと初詣しようぜいくつ？いや、え、自分今19です。19か。学生？いや、フリーター。フリーターか。してます。広告が今清水愛理さんなのよ。これちょっとまずいよな。どういうこと何したの？そごういたんだろ。そごうで、うん、なんかあれ、友達と集合にしようって撮って、うん、でなんか西田が、うん、広島おるってなっとってけ、うん、友達にちょっと行ってきていいみたいな。あー、なるほど。そうそう、働いてんの？コンカフェ嬢。コンカフェで働いてんのか。そうです。広島にもあるのか、このカフェ。70店舗ぐらい。あ、ほんと。高3からなんかメイドカフェみたいなところあって、うん、で今のところは、うん、高3の終わり。高3の終わりからで最近店長になりました。店長になったの、お前。そう、すごいじゃんじゃあシフトとか決めるタイプだ。まあ、でも適
しっかりしてなさそうなのにな全然。いやでもちゃんとできる。すぐサボらないコンカフェ嬢。あーまあまあまあなんかそんなことない。まあサボるっていうかまあすごく偏見で話してるけど、うん、コンカフェ嬢すぐサボりそうじゃない？急に凍結はまあ結構あるけど。凍結あるけど。まあ、キャスト新人という経験。ああなるほどね。なんていうコンカフェ？デイジーです。デイジー。ぼったくられそうな名前。デイジー。嘘みたいな名前だなお前。な。うわ、こんな並んでる、えぐいね。多すぎ。名前なんていうの？自分。あ、いいよ、あの仮のやつでいいよ。仮？別に、あの仮じゃなくてもいいけど。あ、じゃあコンカフェの源氏のでいいですか？いいよ。アスカです。アスカね。アスカです。なんでアスカにしたの？アスカ、自分あのアスカキララがめっちゃ好きなんですよ。そう。そうなんです。アスカキララから取って。キララ。アスカに。顔がめっちゃ好きで、うん、でアスカにしました。なるほどね。あんまでもこんなところでアスカキララの話したい方がいい。もう神の御前だから。俺が言えることじゃないけどさ、何運良くしたいの今年は？恋愛運。あ、本当。すぐ手を挙げる男と付き合ってそうな顔してるもんな。まあでもモラハラ引きがち。そういう人と付き合いそうな。何があんの今まで？なんか首絞められたり。ああ、それはプレイの一環の可能性もあるがちょっと難しいな。プレイの方、それがお互いいいとなってるパターンもあるしな、うん、そうそこ難しいわ。ウィンジャケ、うん、首を絞められるのはウィンウィンジャケ、ウィンウィンジャケ、うん、神社のお前中入ってんなお前バカ。あとは首絞めセックスの話すな。あー言う言う、俺の祈りの時間が長かった、うん、欲深いなそんなことない。深い人間。そういう問題じゃねえよ。うん、おみくじ引く？おみくじ引こう。いいよ。大吉大吉。行ったね。これ。だって人のさお金で引くけ多分さ、うん、悪いんちゃう。そんなことないよ。あ、小。小吉だって。でも毎年こんなん。ほんまに。小吉。どういうこと？どうよ恋愛どうよ。恋愛。山歩きや公園など自然の中で愛が育まれますえ、マジ育まれるらしい。青缶ってこと神からのお告げ。お告げはい大吉ですね。すごっ大吉ですね。ほんまにやばいね。仕事お周囲の期待に押しつぶされそうに無理は禁物。あ、恋愛こまめに連絡を取り合うことで仲が深まります、うん、金運交際費などで出費が続きそう。断る勇気も大切。うん、まあ、めっちゃありそうだな、うん、当たっとりそう。当たってそうだな、うん、あまあまあまあでもうまっ。お疲れ様でした。ありがとう付き合ってくれて、はい、シェイシェイ。なんで中国なんだろう急に。ありがとうございました。また機会があればいい。おう、よろしくな。はい、おせち食べさせて。お母さんだけ。あ、ありがとう。家にはおばあちゃんなども。おばあちゃんなどもいる。いいおばあちゃんもいるの？大丈夫？俺行って。大丈夫。大丈夫？すいません、お母さんありがとうございます。お一人ですか？一人で来ました。ちょっと仕事があるって嘘つかれて。ラランドのことは知ってくださってますかお母さん？うん、知ってる。あ、よかった、ありがとうございます。YouTube 見るよね。あ、お母さんも見てくださってる YouTube。 ご家族で見るに適したコンテンツは上がってない。何回ね、あのくまりくまりくまり俺が話してるやつね。失礼します。あ、こんにちは。あけましておめでとうございます。ラランド西田というものでございます。ありがとうございます。すいません、あの女ばっかりで、あーもう最高です。最高です。女子の館に若いのにいらっしゃいます。いいえ、もう最高ですよ。今全部お家で作ってる。そうよ、すごいっすね。毎年は作るんよ。
こんな全部作ってくださって。これは村上のチラシ。村上のチラシの裏に。龍の絵を描く大会。龍の絵を描く大会？めちゃくちゃ実家じゃん。よよ。いやいやもうこれだけで十分。で、ああ、美味しそう。巻き寿司もある。ありがとうございます。手作り、あら、すいません、本当ありがとうございます、はい、ちょっと、一旦フルメンバーをフルメンバーちょっと、一旦映しておく、はい、いただきます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ちょっと、煮物をいただこうかな。どうぞ。煮物をいただきます。これ何ですか？くわいです。くわい、芽が出る。くわい、初めて出世する。出世する。これそうよ、くわい。いただきます。広島弁がすごい。広島弁がすごい。あ、おいしい。ホクホクしてね。怖い。うん、めちゃくちゃおいしいです。東京に住んでるんですよ。あ、大学と広島から上京して。で、なるほど。で、先に、うん、長女の方が4年前から、うん、大学生で上京してて、ほうほう。で、次、去年の春かじゃけ、うん、春から大学1年生で上京して、一緒に今2人が住んでて。あ、同棲してるの？同棲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 って言うとね、男女っぽいけど。あ、じゃあ一緒に住んでんだ、兄弟で。一緒に住んで、帰省で広島に帰ってきて。そういうことなんですね。実家いい、やっぱ最高ですね。なるほど。おばちゃん、おいくつですか？何歳に見えます？何歳？何歳？私、96歳。96歳。今、今96。11月でね。11月で96歳。あら、ばあちゃん、うん、知っとる？知ってます？わからん。ひーばあちゃんがわからん。芸人をやってます。今日初めて聞いてから、今。いい、すみません、ほんと。何でも大丈夫、ほんとにもう。うん、あー、すみません、ほんと。ごめんね。ありがとうね。あ、やば、泡がいっぱい。いいよ。いや、大丈夫だよ。大丈夫だよ。行ったら行ったら。おー、いいですね。あー、そうそう。ああ、みかんで。すいません、ほんと。社会人大変。お仕事何してんの？建築関係の会社で事務してます。おい、立派な。建築関係で。まだ大学生。大学生の髪色だもんな。ねえ。いいな。爪も、爪も。ああ、もう爪も。ここ見せてたら。もうすごい爪。はい。これで帰ってきた。帰ってきた。ああ、そうか。全映ってる。あ、全映ってるね。あとマーク。完璧ですね。ここでいいか。あ、全映ってる。すごい。すごい。どういうこと？あ、すいません。よく来られましたね。どうぞ。すごい勇気があるんです。どうぞ召し上がってください。普通にご飯をいただいてます。ちょうどいい日だったんでね。ありがとうございます。本当に。お父さんもラランドは知ってくださってた。もちろん、もちろん。嬉しいです。娘2人が見て、どんなお父さんとお母さん？優しい。優しい。パパは優しい。ママは。ママは。怒ったら怖い。怒ったら怖い。お父さんは怒らない。あんま怒ったら。あ、本当。でも嬉しいですこうね。ああ、いやいやいや。すみません。ただ飯を食ってるだけなんです。彼氏できたとかどうする？話しづらいか。お父さん一回に用事があるんだよね。ありがとうございます。
おせちのお礼です。おせちのお礼に。ドンジャラ。昨日買ったんだっけ？昨日買ったドンジャラ。ドンジャラ昨日買うって珍しいな。買ってよかった。あーちゃん、ドンジャラしよう。あーちゃん。呼んどるよ。あーちゃん麻雀した。しようとしよう。あら。いい家庭麻雀ね。かけじゃないよ、ね、かけ麻雀はしちゃダメですよ。それでこれです。ドラえもんとニコニコセットでした。やっぱドンジャラとかも多分これ金かけないと本気になってない気するな。人ってかけませんよ。そうよ。ありがとうございました。おばあちゃんもお父さんもありがとうございます。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。気をつけて帰ってください。見した後ね、ありがとう思ってくれて。西田アナの記念撮影意味わかんないけど、いいんだけどさ。ありがとうね。じゃあここで、ありがとう。またね。バイバイ。あー。